日本百名城、武田氏館、大手門です。こちらは整備は比較的進んでいてですね、ちょっと慣らした感じになってしまってるんですけど、周りがこう住宅街ですけど、あ、こちらが、武田氏館ですね。正面の方は今工事とか、人が多いんで今日はこちらを移します。武田氏館の方についてですね、また他のビデオで出してますんで、そちらもご覧ください。こちらはですね、これは馬屋っていうんですかね、ここに書いてありますけども、かなり建物はあったみたいですよね。今家臣の屋敷を回ってたんですけども、やはり、下手なところ多いですが、ここは頭というか一番てっぺんにある感じでですよね、屋敷を中心に家臣団の屋敷があると。ですから中世のこう城郭なんですけども、このお城の城下町と合わせて、すでにですね、織田信長とか、そういう方たちがやっていた、形ができてるんですよね。もう家臣団を直接、自分のお城の敷地内というか、近いところに住まわせると。信長公はそれを小牧城とか小牧山とか岐阜とか、そういうところでやってると思うんですけども、武田家はですね、以前は伊沢の方に館あったんですけど、そちらからこちらに移ってですね、信虎、信玄、勝頼と、勝頼子はちょっと神父に最後移りましたけど、基本的にこの3代、ですから武田の最盛期、の、中心地ということになりますよね。こちらこう整備されてですね、これはただ水が流れているということではなくて、やっぱり水路、水の確保もできていたと。ちょっと急に濁ってますけど、周りはこう山に囲まれてますから、山梨県というのはここからちょっと見ると見にくいですけど、右側に南アルプスが見えて盆地状なんですよね。ほぼ丸い、感じでですね、扇状に各山からですね、水が吹き出ていると。ですから山国といってもですね、山麓は意外と水が豊富なところが多くてですね、お城造りとかその館ですよね、そういったものが作りやすいと。で、平坦なところはですね、薪、馬ですよね、馬の産地としても有名なところが、八ヶ岳山麓とか、広い土地があるんで、放牧に適していると。それで馬がですね、育つと。そうすると人も馬も育ち、甲斐の国、最強騎馬軍団が登場するわけですけども、他の地でも馬がなかったわけではないですけども、やはりあちらもあれは人工的な石垣だと思いますけども、やっぱり駒、この時代はですね、中世の時代はやはり武力のものを言った時代ですから、武力、富国強兵というのはその手に持つ、銃なんかも、あった方がいいですけども、やっぱり人馬ですよね。まだ鉄砲の時代ではなかったので、どうしてもですね、武器よりも人と馬、人馬に頼るところが多かったと。これ以降なんですけどね、しっかり保全できていて、ここは土塁、中世の館らしいです。ここの上に壁とか建物が建ってたと思うんですけど、こちらの堀、四角くこう囲んである、形がですね、中世の城郭ということで、お城の遺構とも言えるんですけども、そのことはこちらにも書いてありますよね。本当に典型的な中世のお城という感じです。武田氏館、こう色でオレンジでくくってある部分ですね、ここが中心、武田神社のある宿庫は宿閣ですよね。一般的な江戸時代とかのお城といったら、本丸っていうのは宿閣って言いますよね。武田の中心、今神社が建っていますけども、ここに武田氏の館、武田、信虎公、信玄公、勝頼公と3代の、居館があったという場所なんですよね。あと周りには車控えてるんですけど、その山の段々のような車ではなくてですね、平坦なところに、いくらか土塁を築いて、周りを水堀で囲んでる。この青い部分はもちろん水ですから、入口のところで、ここを見ているという、大手門がこっちなんですよね。皆さんが普通観光で入るところはこちらなんですけど、これはある意味神社の入り口みたいな感じになりますけども、こちらが大手門
大手っていう場所になりますよね。それからちょっと反対側の、まあ家臣団のこちらいるんで、まあ別にこちらが大手でもいいんですけど、これがまあほぼ北を向いてると、こういう感じですかね。ほぼ北を向いてる。でまっすぐですね、今の甲府駅の方に、この通りが、武田通りって名前ついてますけど、それは愛称で、それに沿ってですね、家臣団の家が、周りにあると。ですからこれはあの現在 あの家の写真がそのまま添付されてますけども、今ここを見た方がいいですかね。現在地北側、まあ、今立ってるところが土橋、まあ、小口になりますよね。で石類、ちょっと石はあの復元したものが少し残ってますけど、残して見れるようになってますけど、まあ、破線部は現在消滅推定、まあ、ある程度復興を復元するのにですね、この推定っていうのはやむを得ないと思いますよね。武田得意の三日月堀と、これ三日月堀ってかっこいいですよね。四角いだけでなく、これ今水は人工的に引いてきてるんでしょうけど、山麓なんで川の音がしますよね。まあ、ちょっと一般の民家があるんであんまり映し方がちょっと困りますけども、これが館、大手の土塁の部分ですよね。結構今日ね日差しがあれなんで結構見やすくなってますけどね。こういう感じで武田市館来たら時間があればこちらも寄っていただければと思いますよね。鯉がいますね。神社のところももちろん綺麗なんですけど、それとは違ってですね、こう館、中世の館らしい部分がよく見れますので、これは北側、西側、東側の方からちょっと見た感じですね。東から見た全体、まあ、実際こう水を張っててですね、綺麗な堀になってたと思うんですよ。水抜いちゃうとちょっとね、ただ掘ってあるだけ、まあ、これが今立っていた看板のある土橋の部分ですよね。遠くに、遠くでもね、間近ですよね。南アルプス非常に綺麗ですよね。あれは納取岳ですね。3000メートルを超える山々が白銀のように光ってますよね。まだ3月なんで、あれだけ真っ白ですけども、春先まで色は変わらないです。ちょっと今見えないですけど、右に甲斐駒ヶ岳が見えますよね。あちらにもちょっと低くなってる土橋と、今ちょっと畑みたいになってますけど、あちらも館の一部ですよね。まあ、こういう感じで非常にですね、確かに大きな建物とかはないんですけど、ここは上がっても大丈夫ですから、ちょっと見てみましょうかね。まあ、これ復元で結構盛った感じで、まだ土が柔らかい感じもしますけど、まあ実際ここにですね、こう見るといいかもしれませんね。まあ石垣だけでなくてですよね、まあ、こういった上から見学できるというところでですね、まあ、非常に学習にはなりますんで、こっちは水が抜けててあんまりないですけどね。ちょっとこれが、三日月堀ですかね。堀が、まあ、今神社の方を見てますね。武田市館、それからひっくるめて日本百名城ですし、武田市館としての城郭ですから、全部見た方がいいと思います。石垣の部分がね、見応えというか景色としては映えますけど、こういったね土塁も非常にしっかりしてるんで見といた方がいいと思います。こちらはね、今日天気がいいとなおさらこういう感じですね。土橋、ちょっと逆光になりますけど、土橋ですね。土橋の、まあ、大手門っていうか広いですよね。戦のためっていうよりも、まあ、ちょっとこう歓迎の意味があるような場所になりますよね。出迎える場所と、大河ドラマなんかではね、セットが、まあ、非常にイメージ通りだと思うんですけど、まあ、実際場所は全然違う、八ヶ岳山麓で撮影されてますけど、まあ、こういった平たい平らな部分ですよね。まあ、ここで馬ぞれをして何百騎と、武田の騎馬隊は非常に馬多いですからね。7勝でも200以上いましたから1400騎ですか。それにそれぞれ部隊がつきますんで、数万の軍勢という形になりますよね。まあ、石垣の部分がね、本当に入るって言ったんですけど、この辺に馬を揃えて、勢揃いして、出陣式したんでしょうかね。この部分ですね。まあ、守りの硬い部分も、考えられるんですけど、まあ、入り口のね、
荘厳さというか、こうやっぱり権力の象徴みたいなね、そういうことで建物なんかも建てたみたいで、まあ、天守閣を建てなかった理由はね、信玄公いろいろあるんですけど。